みなさん、ちょー、月純奈です。純奈さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日元気ですか？元気ですよ。今日は、ちょっとコメント欄で、なんか私がなんかタメ口で純奈さんに話しかけてるのがお気に食わないという方がたくさんなんかコメントでありまして、敬語で、行かせていただきます。あ、だからそんな改まってるんですか今日？はい、声量もめっちゃ半減してますけど。はい、はい、この感じでやらさせていただいてよろしいでしょうか？かしこまりました。よろしくお願いいたします。じゃあ今日は何を聞こうかな。もう改まりすぎて魂入ってないじゃないですか。難しい。ちょっとしとやかなので何を質問したらいいかわからないですけど。何がいいですかね。なんかすげえやりづらい。いやですね。ね、そうですね。ね、なかなか、そっかそっか。なかなかちょっとやっぱ私がタメ語にした方がいいんですか？いや、いいよ。でも私もタメ語やりづらいんですよ。そうだよね。純奈とこの関係性がさ、すごいしっかりしちゃってて、ね、すごいね、やるから。で、あとやっぱ上下関係厳しい世界だったので、あ、そう、まあそうだね。ちょっと年上の方にタメ口は酒飲んでても多分しない。そうだね。ちょいちょいツッコミとかでいい、なんでやねんぐらいはやりますけど、ね、ちょっと私もやりづらいですね。タメ語でいいよって言われても。そうだよね。俺もなんか、純奈さん、純奈さん。純奈選手。な、純奈、あ、純奈選手。月井選手でね。俺なんか、なんか違う、俺じゃない。俺じゃない。俺じゃなくていいかも、みたいな。そうですよね。ね、なんか、そうですよね、ザ・お仕事で、そうですね、アナウンサーみたいな感じ。純奈さん、今日は、試合いかがでしたでしょうか。なんか、今目指してるものは何でしょうかみたいな。心境なんかそれちょっと俺じゃないみたいな。そうですね、ちょっとしんどいですね。ちょっとフレンドリーにやらせてもらっていいですか？私も全然いいんですけど、あの皆さんもぜひフレンドリーな関係で引き出せるものが多分あると思うので、そこ見ていただいて、もし試合とかね、大事な場面になったらアナウンサーを、じゃあ、依頼をして、そうね、はい、例えば皆さんの本当に知りたいこととか企画によっては全然そこはね、そうね、いろいろ変えてもいいのかなと思うんですけど、こういうトーク系は私もちょっと気使われるとやりづらいので、正直月選手どうですかって言われると。そうね、いや私も眉間にしよ寄っちゃう感じなので。そうだね、俺もなんかあんまりなんかこうなんかやってると多分なんか純奈のこの笑いがさ、すごい大事なのが出てこなくなっちゃうと、ね、そうです。すごいシリアスな会話しかできなそうですね。そう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 。なんか誰もわからない、すごいなんか なんだろう高度なね、空手とか格闘のめっちゃコアな話をしてても、そう、誰もわかんなくなると思う。そうですね。なので見てる方、お友達目線で ね見ていただく、このトーク系だと思ってもらえるといいのかなって。そうね。俺もその方が、うん、それがないと多分これ続けられないから、ね。そうですよね。でも嬉しいです。そういう風にね、多分私の心境も考えて言ってくださってるんで。そうね。めっちゃ優しい。ね、僕はちょっと純奈にはこの態度でいきますっていうのがちょっと分かってもらえたら超嬉しいな、ね、と思いますね。はい、なので私の方の今このまあ YouTube もこれ始めたきっかけっていうのも、もう本当に。私が仕事として、私ってなっちゃったよ。私が仕事として依頼したのではなくて、これ皆さんボランティアなんですよ、実は。そうね。裏方の方々は。まあ友達の。友達で本当にそう、お手伝いして、そうそうそう。やっていただいてて、実は。なので、ね、っていうスタートがあるから、もしかしたら仕事として委託し合ってないから、見てる方からしたらあまりにもなあなあすぎちゃって不安になっちゃうかもしれないんですけど、本当に友達としてお願いしてる状況なので、ここはラフに見ていただけると嬉しいですし、本当に大事な、もっとみんなが知りたいとか、詳しい話とか、本当にこのシリアスに話す場面だったら、逆にそういうふうにシリアスに話せる人を、ね、今度用意してもいいかもしれないですね。そうね。それは専門の人だからね。そうそう、専門のね。ね、これはアナウンサーとかインタビュアーとかね。そうね。どっちかって言ったら、こう、純奈のこうプライベートの延長線のなんかこう、感じで、ね。なんか、リアルな顔を引き出してくれてる状態なんでね。そうだ ね。確かに、ね。はい。なので。これないと多分、純奈めっちゃ怖い人だよ。いや、私ね、それ本当間違いなくて、うん、試合してて、その日本国内とかでずっと、うん、まあ日本ずっと小中高実業団までずっと日本全国制覇してたんですけど、うん、友達は私のこと怖いなんて思った子一人もいないって言うんですよ、うん、ただ友達の友達の友達ぐらい、うん、月井さんを知ってるけど喋ったことないそうからしたら、うん、超性格悪そうとか、
まあそうだよね。めっちゃ怖い。やっぱ試合の時がやばいから。そうだよね。いや、やばいですよ。ましたけどそう。で、だからずっとあのモードだと嫌われちゃう。そうだよね。いや、あのみんなビビる。そう、あれがもう純度のイメージになりすぎると。なってるんですよ。空手界ではなってたんですよ。そうだよね。はい、だから月井さんって性格絶対怖いよねとか、うん、怖そうとか、すぐ人に怒りそうとかって言われてて、うん、逆に身内には、あの純ちゃん怒ったとか見たことないとか、うん、どこで怒るのかなとかって、まあ、このギャップがすごい。そうね、まあまあ人の勝手なイメージだからしょうがないんだけど、 それを今引き出してもらってるんで。そう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 、ね、俺はどっちかっていうとこのリアルな純ちゃんの方が世の中にこう浸透してったらいいなと思って。そうですね、私も嬉しいです。あんまり試合のイメージが先行しちゃうと。そうね、試合も試合は試合、友達減る。プライベートはね、プライベートだしね。はい、みたいなね、なので、本当にやれたらすごいいいなと思ってて、はい、そうなので、このまあもしかしたらあのなんか時々バタバタって会話がいっちゃったりとかね、うん、聞き取りづらいところは全然あの言っていただいたり、改善するところはもちろん前向きに、私たちも今ねマイク用意しようかとかいろいろやってるので、前向きに本当に検討してるので、全然そういう指摘はすごく嬉しいんですけど、関係性についてはあのお友達にお願いしてる YouTube チャンネルとなっております。ね、なので皆さん、はい、温かい目で、あまり僕のこといじめないでください。やめちゃうもん、そんなもんやめちゃいますよね。そう、泣いて、危ない危ない、夜な夜な泣いて、もうやらないって、もう全然やらないって言い出すもん、ね、やらないって言って、私が一番困る、ね、まだ駆け出しだから、ね、最近収益化できたところでまだ返せてないんですよ、お友達に借金してるみたいな気持ち的には、ね、あのいらないよとは言ってくれてるんですけど、ね、あの本当に気持ち的にまだ何も返せてないので、ね、あの引き続きお願いします。はい、なのでこれからも温かい目であのこうほんわか楽しんでいただける、なんて言うんだろう、その動画とメリハリのある、ね、こう練習風景とかも上げていきたいと思います。よろしくお願いします。またねー。